いや私はね秦野なんですけど、秦野から来てね、こっちはザマチームとボランティアチーム組んで、はい、実は私奥間町なんです。出身なんですね。本当に美味しいので、はい、でも毎年ずっと続けていこうというふうに思ってますので、三好町の役場の職員とあと住民のボランティアでみんなでお邪魔しました。今埼玉に、ね、そう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 、娘たちのところにとかお姉さんのところにこう行きまして、そして犬も連れてきちゃったんで家を探して、あと東京にいる娘もこう一緒に生活できる場所を見つけたら埼玉の式に、でその式から今日は、あ、そうなんですか、はい、じゃあ懐かしいね方にいっぱい会いました、いっぱいみんな、うん、でも元気でね、どうだろうね、昼間なんかもほとんども出て歩かないから、そうなんですね、ほとんども姿見えないね、みんなどこ行ってんだか分かんないけど、先輩だからそこに、ね、集会所すぐそばでも出ていくっていうのは少ないですよね。若い人も大体出ていかないから、みんなやっぱり孤立しちゃうんじゃない、なんかこうあちこちたまにこう回ってくるみたいだけども、いろんな人が、でも大変ですね、仮設の生活はね、やっぱりもう家に帰りたいが口癖で。こんにちは、今日はですね大熊町のふるさと祭りにやってまいりました。ふるさと祭り、震災前も私毎年出てましたけれども、ここよりもねもっと広い場所で焼肉とかジュージュー焼きながらやってました。その時のことを、まあ、思い出すと涙が出ます。それでも今日はいろんな方々のご支援で、ここでふるさと祭りを再現することができて本当に嬉しいです。今日は会津の方からもいろんな県内各地、それから県外からも避難をしている大熊町の皆さんがですねここに結集しました。見てください、この方々みんな大熊町の方なんですよ。全町避難してる大熊町の方が一箇所に会えて、わー会えたねって言って、今日はですね心を一つにできたと思います。これから私たちもですね、そういう、まあ、皆さんの避難している皆さんの心に寄り添って、しっかりと復興に向かって進んでまいりたいと思います。今日はありがとうございます。